今日は有名なオーシャンゼリゼという曲を、勉強していきたいと。今回の奏法では、しっかりとですねボディに指をつけて安定感を出してあげることでメロディーが際立って、次 G7 にコードチェンジしますが、中指がですね今